はい。なんで、これをもう、今日もこれ吹き飛ばすぐらいの福島さんの勢いがありますから、次のお便り言ってもらえますか、まずみさん。あ、次のお便りは今言った通り、その。あ、もう聞いた？あ、俺、それも聞いてないの。今何する、今何をすればいいのか。お昼ご飯食べるとかじゃなくて、うん、なくて。はい。わかりました。はい、やっぱりですね、まあまあ、よく言われることではあるんですけれども、学生時代に頑張った経験がないと、はい、なかなかこうどうにもならないっていう部分があるじゃないですか。確かに。そういう点ではね、やっぱ学生時代に頑張ったことっていうか、学生時代充実させるって言いますかね、そういったことが大切かなと思いまして、ちょっとそこら辺を学生さんにご理解いただくためにですね、ちょっとまたスライドを持ってきたんですよ、はい。あ、またスライドがある。これ全然仕込み、ね、全然仕込みない。動きますけど、打ち合わせしてませんからね、これ。いや、本当に。前打ち合わせしてませんの。そうなんです。そうなんです。ドラえもん、就職活動のドラえもんということです。はい。ドラえもんです。すごいですよ。すごいですね。それで、これでですね、ちょっと待ってね。うん、ですね、学生時代頑張ったことがあった方がいいんじゃないかってことで、うん、それでその、なんです、まあ、それをその学生さんにしっかりと理解していただくためにですね、はい、体験談をね、ちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけれども、はい、ここにちょっと今、言葉が出てきたんですが、本当に何かに打ち込んだ人なら仕事にも打ち込むだろうというね、はい、これご覧になりますよね。うんですね。はい、私、ある日、ある会社でその面接をやってたんですけども、はいはい、で1日に30人ぐらいね、こう模擬面、はい、本番の面接、面接日時面接ね。で、その時にですね、学生時代打ち込んだことは何ですかっていうような、そういう質問をしていたわけですね。まあ、これはすごく普通の質問ですよね。はい、でそれに対して、当然ながら一人として、私は打ち込んだものはありません、うんっていう人はいないわけですよ。いなかった。ああ、ね、素晴らしい、優秀な学生ばっかりですね。そうなんです。はい、私はファミリーレストランの接客のアルバイトに打ち込みましたとか、はー、私は学業に打ち込みましたとか、私は留学ですとか、はい、活動です、学生団体ですとかね、こう、はいはい、そういう感じなんですね。はい、で、30人中、30人全員がですね、はい、何かに打ち込んでるっていうのは、はい、ちょっと考えにくいんじゃないかと思いましたね。確かに、確かに。やっぱり1割、2割くらいはね、うん、寝てましたとかね、なんかこう、はい、ぼんやりとかね、そういう人はそういうもんじゃないですか。ですね。はい、本当かなと思いまして、はい、じゃあ、本当にみんな打ち込んでるっていうことであるならば、はい、なんか学んだことなんかありますかっていうことでも聞いたんですね。うん、なるほど、意地悪。そしたらね、やっぱり30人全員がね、当然学んだことも考えてきてるわけですよ。はい。私は接客のアルバイトを通じてお客様との信頼関係の重要性を学びましたとか言うんですね。はい、はい、で、まあそれはいいわけですけど、やっぱり30人中ですね、一人として、はい、私は学んだことはありませんっていう人はいないんですよ。優秀な方々だ、うん、やっぱ必ず何か打ち込ん学んだって言うんで、はい、とかなってこう思ったんですね。はいはい。で、その日、30人中ですね、うん、はい、5人ぐらいの学生さんが、はい、接客のアルバイト、はい、ファミレスとかカフェとか、はいはい、やってるっていうんで、その学生さんに学んだこと何って聞いたら、この5人の学生さんの学んだことがですね、はい、ほとんど同じような答えだったんですね。なるほど。まさにさっき言ったお客様との信頼関係の重要性を学んだってことですよ、ね。はい、あんまりみんな同じっていうのも、なんかなんでかなと思うわけですよね。はいはいはい、でやっぱりちょっとこう深掘りをしてったわけですよ。はい、じゃあお客様と信頼関係作ったってことですよね。そうすると当然、はい、作りましたっていうことね。いいわ、それ。一人としてね、いいえ、作ってませんっていうことにはならない。ならない。あ、うん、あ、作ったんですね。じゃあ質問ですけど、じゃあお客様と信頼関係作るときに大切なコツとかポイントがあると思うんですけど、はい、コツとかポイントなんですか。あー、来た。うん、そしたらね、5人中4人の学生さん、あ、じゃあちょっとここでクイズということで、はい、で、じゃあ、天神さん、どうですか、はい、どんな質問が来たと思いますか。鈴木さん、もう一度お願いします。これは
想像を絶するリアクションですね。いいです。いいです、はい。ここからヘキサゴンですから、ヘキサゴン。手強いですね、これは。はい、手強いですよ。手強いですね、はい。お客様と信頼関係を作るコツ、ポイントがあると思うんですけど、それは何ですか、うん、質問です。明るく元気に接客しました。わ、なるほど、うん、ほぼほぼ正解ですよ、天神さん。みんなちょっと拍手しましょう。おっ、すごい。でね、似たような回答が来まして、はい、5人中4人の学生さんはですね、お客様と、お客様と信頼関係を作るコツポイントは何ですかって聞いたら、4人の学生さんはね、数秒こんな感じでしたね。うん。天神みたいな感じですね。固まってしまう。で、固まった後に動き出しまして、うん、お客様と、信頼関係を作るコツポイントは、笑顔です !4 人の学生さんはね、笑顔ですっていうね。私はね、おお、笑顔、確かに笑顔は重要だと思いまして、じゃあ、はい、笑顔でどういうふうに信頼関係を作ったのか、具体的なエピソードを教えてくださいって言ったんですよ。うん、はい、そしたら、やっぱりその4人の学生さんは、うん、それで固まった後にですね、動き出して、はい、笑顔で信頼関係ができましたとか、さらに古い人に至っては、笑顔は笑顔です、はい、とかね。日本語崩壊なんですけど。ですね。ところがね、一、はい、人の学生さんが、一、うん、人の学生が、お客様と信頼関係を作るコツポイントは、そのお客様のことを無理やり好きだと思い込むことだと思います。うん、という男子学生がいたんですよ。おー、なかなか面白いじゃないですか。面白い。あ、じゃあちょっと詳しく教えて。私、ファミリーレストランで接客のアルバイトやってたんですけど、頻繁にやってきて、我々アルバイトを叱りつける恐怖のお客様がいらっしゃいました。で、この恐ろしいお客様、最初は避けていたんですけど、あまりにも頻繁にやってくる。もう、類いまれなるその高額の年金と、もう大量の有り余るフリータイム、頻繁にやってきて、我々アルバイトを叱りつける。ね、それで私は、もう、じゃあこのお客様に対する苦手意識を克服しようと。で、はい、で最終的にうまくいった方法が、このお客様のことを無理やり好きだと思い込む。好きです、はい、大好きです、お客様大好きですこう無理やりマインドコントロールをかけた。そうなんですよ。はい、ね、面白いもので、例えばコーヒー出すときにね、心の中で、うわ、嫌だな、この野郎なんてね、心の中で、ああ、バカ野郎って思ってコーヒー出すのとね、表情は笑顔なんですよ。うん、心の中でそう思って笑顔でコーヒー出すのと、本当に、うん、あ、いや、この人はいい人に違いない、この人が怒るのはなぜか、本当に嫌いだったら無視するはずだ、怒ってくれるのはまだ可能性がある、うん、ありがとうございます無理やりマインドコントロール、それで、あ、ありがとうございます、好きです、おじいさん大好きですっていうふうにね、こう無理やりマインドコントロールかけて、好きです大好きですと思ってコーヒー出すのとでは、やっぱり相手の反応がだんだん変わってきたそうで、ああ、最終的にそのね、好きですと思えるようになって、で接客してったら、うん、このお客さんも怒んなくなってきて、徐々に信頼関係出来上がっていって、この学生さん以外の学生とも、うん、まあ、仲良くなるようになったっていうね、うん、そんな話があるんですよ。一応、この後私が、じゃあ、この経験を通じて、あなたなんか学んだことあるって聞いたんですね。うん、はい。これ結構シビアな質問で、はい、さっき、コツ、ポイントは何って聞いてるわけですから、それはほぼ同じなんですよね。はい。そしたら、なんてその男子学生答えたかっていうと、はい。今振り返って考えれば、うん、私にとって接客というのは、疑似恋愛みたいなものです。うん、男子学生が、はい、おじいさんと疑似恋愛っていうですね、はいはい、本当に気持ち悪いんですけど、かなりアブノーマルですね。しかし、でも面白いというか、素晴らしい、はい、まあ、そんなふうに思ったんですよ。素晴らしいですね。それでね、これで結局、
その時に思ったのはですね、はい、あ、この学生はどうもこのアルバイト本当に頑張ったようだというふうに思ったんですね、うんうん、はい、ということはですね、あ、もちろんあのここでよく学生さんがね、立派な成果とかね、そういったものは必要ですかって聞かれるんですけど、まあ、そんな立派な成果よりね、うん、目的とか姿勢が重要だと答えるんですけれども、まあ、ともかくですね、はい、あの面接官からするとその事実の確認ができたと、つまり本当に頑張ったという事実の確認ができたということが重要で、うん、でこの事実の確認ができますと面接官が抱く入社後のイメージとしては、まあ、入社後も頑張ってくれるんじゃないかということですよね、はい、そうしますとこう再現性が期待されるっていうね、うん、じゃあうちでもね頑張ってくれるんじゃないかなということですよね。そうするとあなたが準備すべきことっていうところで、すみませんちょっと過剰になっちゃってるかもしれないですけど、まあ、要はその頑張った経験ね、何か頑張ると、うん、あとはまあこの深掘り質問がこう聞かれる可能性があるので、まあ、自己的なこう自己理解といいますかね、そんなことを聞くといいんじゃないかなってことですね。はい、なるほど。とまあそんな形ですみません、ちょっとあの私からのお話は以上でございまして、すみませんね。こういうことをじゃあ今はしっかり考えてくださいと、はい、いうことですよね。そうなんです、そうなんです。こういうことがいずれ聞かれちゃうんで。はい、ちゃうんで、まあ、もしかするとね、インターンシップの面接の時にも聞かれる可能性あるし、うん、まあ、いても聞かれるので、まあ、はい、頑張った経験がないときついよっていうことですね。だから本当、これ大事なこといっぱい入ってるこれスライドでしたけど、学生ってやっぱこう、特に今の時期の学生だと、そんなに大した成果がありませんみたいな。そういうすごい成果がなくてもいいんですかみたいなことを思ってる学生、うんうん、たくさんいるじゃないですか、うん、そうですよね、そういうこう別にすごいことを選手権みたいな話ではないじゃないですか、うん、そうなんですよ、やっぱこうプロセスでちゃんとやっぱ目的が何でこうどういう姿勢でやってるのかみたいなことがあって、うんうん、で大事なのはそれをこうただ説明するだけじゃなくて、うん、事実確認っていうところがこれすごく大事ですよね、うんうん、そうなんですよ、そうなんですよ、ちゃんとそこをエビデンスを、取れなかった、事実確認できなかったら、その前の証言は、もう、裁判では無効になるみたいなところありますよね。そうそう。いや、本当にそうですよ。ですよね。あれ、なんか、行動面接とかって言って、ああ、はい。行動事実にフォーカスするっていうね、うん、そういうその面接の手法が割と、はい、ね、浸透してるっていうか、ですね。Google とかでもね、やってるとかよく言われますんで。ですね。行動面接、コンピテンシー面接とかね。そうそう、なんか、結局事実がそこにないと、もうその証言はもう無効になるっていうふうに思ってもらわないと、こう、なかなか難しいですね、と。そうですね。でも、それがあれば、ちゃんとこう、再現性がそこに見えてくると。そうですね。そこまで行こうと思ったら、ちゃんと深掘りに対してちゃんとしっかりとそこに話していく事実も、まあ、考えておく必要があって、そうですね、まあ、学知課とか自己 PR 作っておくだけじゃなくて、その先も考えておいてねと、はいはい、まずそもそ も, もうその前段階として学知課とか自己 PR 作るときにすごい成果が出てなくてもいいよと、そうです、いうようなところがもうこれはもう本当就活の真髄がこう聞けた一枚でしたね。すみません、恐縮。恐縮ですけども、ありがとうございます。うん、これお便り出した人、もう大満足だと思います。とんでございません。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。まだ、悦子さん、これあるんですかね、お便りは。お便りさん言っちゃったけど、今。そうですね。はい。もうなんかもう、こう中身が濃いから、もう尺的にはもうなんか、そうです。十分な気もしますけど、なんか、でも、それだけにもう一問聞いてみたいみたいな、やっぱりあるよね。そうですね、はい。あ、でも、何、目に何か入ったの？あ、ちょっと目にちょっと入りました。でも、これが結構すべてなんですけど、次お聞きしようと思ったのは自己分析についてなんですよ。ああ、なるほど。なんすか、自己分析についてっつう。今、なんか、自己分析やらないといけないと思ってる学生が多いみたいで。はい、はい。うん、それで、その自己分析のやり方教えてくださいとかっていう質問が多かったんで、ちょっとそれをお聞きしようかなと思ってたんですけど。なるほど。それ、福島さん、またドラえもんみたいなの出してくる。わかりました。はい。ですね、じゃあ、そうですね、うんうん。わかりました。じゃあ、ちょっとね、スライドはないんです。いや、福島さん、ここはすみません。今、じらしましたよね。なんですか？
今じらしましたよね、なんかちょっとあるかな、ないかなみたいな思わせて、そうそうそう、ちょっとね、今調べてみたらあれちょっとない、ないということが分かりましてちょっと待ってくださいね、もしかしてね、あ、でもね、あんまりでも、ね、今のやつですよね、あ、ネットが不安定、そうですね、まあ、自己分ね、はい、わかりました。ちょっとね、なんとなく、なんとなくあります。それっぽいのがありました。さすが。もっとも初めからあったんでしょ？いやいやいや。初めからないんですけど。ちょっといい、ごめんなさいね。じゃあちょっと、共有に挑戦してみますね。共有挑戦します。おー、じゃあちょっとこれでいってみましょうかね。これでですね。いやこんな感じで。すみません。はい、ちょっと、ガクチカ事例ということで、ちょっと、はい、出してみたんですけど、うわ、これ、丸1、ガクチカの概要、丸2、目的意識、動機、きっかけ、丸3、課題、困難、解決、どう頑張ったか、経験談とか、それで A、はい、考えたこと、B、行動したことってなってて、それでですね、次のところで、ああ、ごめんなさい、ああ、ごめんなさい、あ、これちょっと、ああ、うん、まあ、ごめんなさい、ちょっと待ってね。ここだな、この C 感じたことってなってて、はい、それで、ね、あ、ちょっとごめんなさいね、これじゃあ、ね、どうしようかな、ごめんなさい、ちょっと入れ替えますね、そうすると、これで多分美しい感じになりますので、おー、うーん、これで美術できましたと、でも、おー、これでございますね、じゃあ、これでもう一度、共有に挑戦これでどうでしょうかね、今、共有ですね、はい。はい。じゃあですね、ちょっとその自己分析の仕方ということで、ちょっとこんな感じで考えてみていただいたらどうかなというところで、よく聞かれるガクチカでございますね。ガクチカをですね、うん、ちょっとこんな感じでその自分に問いかけてみたらどうかっていう提案なんですけど、まあ、最初にこの、ガクチカの概要を書くっていうか、まあ、ガクチカの概要、周りに目的意識、動機、きっかけ、課題困難解決どう頑張るか経験談考えたこと行動したことで、それで、今度 C 感じたことで、丸5学び成長っていうですね。まあ、丸1、丸2、丸3、丸4、丸5。で、間に ABC 入るんですけど、まあ、こんな感じでですね、うん、ちょっと、自分の過去。学知科の概要で、まあ、要は大学時代とかですね、学生時代に力を入れたことですね。これを、一番頑張ったことをまずキーワード的に書いて、あとこの目的意識、動機、きっかけですね。うん、ここ結構重要かなと思ってまして、はい、この学生さんは高校時代自分に合った勉強方法を見つけられず失敗した、失敗を繰り返したくないと考えましたと。で、大学ではこの挫折を克服したいと考えて、うん、それでまあ、学業頑張ったっていうことなんですね。おー、ね、なるほど。ね、で、この目的意識がある人とない人がいると思うんですけど、うん、もしその何か目的意識があったってことであれば、そこをちょっとこう、うん、深く考えてみるってことですね。うん、で、しっかり目的意識が伝わるとですね、あ、じゃあ大学生活を目的意識を持って過ごしてきたんですねということになりまして、うん、っていうことは、うちの仕事でも同じように目的意識を持って頑張ってくれますねっていうですね、このプラスの連想が。まさにその再現性の期待っていうところで、あ、ごめんなさいね。再現性が期待されるっていうところですよね。まあ、そういうこともありますんで、ここですね。で、これって、私、学生時代頑張ったことは、セブンでバイトやったことですっていうね。うん、じゃあ、どうしてセブンでバイトやったのかな、友達に誘われたからですっていうね。そういうことがあって。で、その時に、はい、友達に誘われたからですだけだと弱いので、はい、友達に誘われたから始めたけど、はい、それを長く続けたとか、うん、で一生懸命打ち込んだのはなんでなんだろうか、うん、考えると。でそこは、うん、まあ、自己分析的な、自己理解的な感じですね。と、はい、いうふうに考えると、はい、その表面的な理由じゃなくてね、ちょっと深い部分で何か自分の目的意識見つかるかもしれないんで、うん、なんかそういう、こう自己理解、自己分析をね、してもらえるといいのかなと思いますよね。うん、だからこの目的意識っていうところでは、なんでなんでとかね、なぜなぜとかね、うん、よくトヨタなんかでも、なぜを4回5回繰り返すとかね、
はい、言いますよね。こんな感じで考えるといいですよね。だからそれ、私的にはね、以前から同期の因数分解みたいな、そんなのを、ね、言ってたんですけど、ね、はい、この同期目的意識を因数分解していくみたいなね。なぜみたいなね。はい、はい。そんな感じでやってみてもいいんじゃないかと思いますね。はい、なるほど。はい、だから、その、あれですよね、こう、結構、こう、今、自己分析のやり方っていう、こう、お便りに対して、これを出してこられたっていうのが、うん、私がやってることと同じなんですよ。そうですね。あれ全く同じで、いや、でも、これね、学生って多分、自己分析って言うとなんかライフラインチャートを書くのかとかね、小学生の時からずっと自分史を書くとかね、なんかこう結構そのなんか手のかかるワーク的なことを考えるじゃないですか、彼ら。で、いつも私ちょっとこう、いやでも本当はね、就職活動で必要な自己分析って、就職活動で聞かれることに対してちゃんと答えれるようにしていくことじゃないですか。はいはい、そうですね。ここでしっかりファイをちゃんと掘り下げて全あの話せるようにしていったりとか、うん、まあ、この3番って言ったらこれ結局ハウだったりとかしますよね。うんうん、はい、どんな風にやるの、どれぐらいやるのみたいなところだと思うんですけど、そういうこう、聞かれることに対してちゃんと答えれるようにするっていう部分を考えていけばいいんだよっていう自己分析って、僕らから見ると非常にこう、就活に最適化した効率的なやり方に見えるんですけど、学生なんかいつも話聞いて、そうなのみたいな感じになっちゃいません、あの人たち。なんか、あの人たち多分ワークしたいんですよね、多分ね。確かにね。ありますね。なんか、ちょっと拍子抜けし、肩すかし食らっちゃったわみたいな顔されるのが、ちょっとムカつきますよね。本当はこれが大事なの。これが大事ですよね。そうなんですよ。で、あとあれですよね。そういうその肩透かし的な顔をしているにもかかわらず、おいおいおい、本番の面接でその質問に回答できるかというと、はい、できない。回答できるね、学生さんもいますけど、回答できない人もやっぱりたくさんいるわけじゃないですか。ですです。で、そこはしっかりちょっと考えておかないとね。ね、必要なことってここですよね、結局。そうそうそうなんですよ。よくわかんないあの自己分析に時間かけてね、なんか自分探しの旅に出ちゃって、結局こういうの全然話できるようになってないみたいなことになる人多いんで、そうですね、これ改めてよく考えてほしいですよね。はい、そうですね。いや、もう福島さんと僕は今自分がやってること正しいんだっていうのを答え合わせをさせていただけたようで、本当に、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか多分、やりたいことを考えないといけないとか、なんか、あと業界絞らないといけないと思ってる、なんか思い込んでる人多いんで、そういうので、自分はどの業界を受けようかみたいな感じで考えるのが、なんか、自己分析だと思ってる人が、まあ、多い。あ、なるほどね。はいはい。はい、気がします。そうですね。まあ、そこは、もちろんね、その自己理解、自己分析をすることによってね、志望企業、志望企業、やりたいことが見つかるのはベストですけれど、でも、はい、まあ、なかなかその自分の中にあるものをいくら考えても、その働いた経験はないわけですから、私にぴったりの業界は、これでやるみたいなね、私は鉄道だとかね、ってあんまりそういうのは、いくら自分の中を探ってもですね、働いた経験がないということは自分の中に材料がないわけですから、それはいくら内側探ったって何も出てこないと、つまりやっぱりその、はい、インプットしない限りアウトプットはないわけですから、はい、そのインプットすると、例えばその、はい、インターンシップにいろいろ行ってみるとかですね、あるいは、まあ、業界地図読んでみるとかですね、そういうそのある程度その業界とか企業とか仕事を知るというですね、そういうプロセスをした方がね、当然、その志望業界、志望企業、志望の仕事っていうのは見つかりやすくなると思うし、あとはやっぱり現時点で、私はやりたいことがありません、私はダメ人間みたいなね、そういう誤解はしない方がいいというね、ことだ。そうですね。やりたいことわかんない学生さん、たくさん見てきましたけど、別に普通に内定取ってますんで。いや、そうですよね。うん。別になくて。いまだにやりたいことないですからね、私なんか。いやいや。はい。本当そうなんですよ。いやなんか私よく言うんですけど、私はマストからキャンを回していくタイプなんで、もうなんかやらなければいけないことを、でできることをどんどんやっていくっていう、そこはもうあんまりウォントとかライクとかからスタートしないんですよね。そうなんですか。そうなんですよ。だから全然やりたいことって本当にいつもないんですよ。あ、
そうで、意外な感じですね。そうですか。ね、なんか田辺さんってやっぱりね、資本主義に挑戦してる感じがありますよね。あそう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 。だからね、マストに挑戦していくとそういう感じになるんですよね。そうなんですよ。なるほど、あ、そういうね。いやもうほんとね、もうやめたいです。もう自分をやめたいですね。やっぱり資本主義に挑戦してるのはね、やっぱりカール・マルクスとかアダム・スミスとかですね。デビッド、はい、まあ、そういうか、まあ、田辺屋かっていう。そう、田辺屋ですね。素晴らしい。いや、本当にもう、今日は本当に楽しかったです。ありがとうございます。こんなのもうお金払わなきゃダメですよ、松本さん。いや、本当に。これ、こんなのタダで聞かせてもらえるって、うん、すごいことだよ、これ。とんでもありません。はい、これ、学生さん見たいかもしれないんで、こっちも、こんな感じでね、この、一応、ちょっとだけいいですか、あの、はい、もちろん。ちょっと知りたいというのは、この丸さんの課題困難解決、あるいはどう頑張ったかという、その経験談考えるときに、あの、はい、そんな立派な経験なくていいんだけど、この A、うん、考えたこと、B、行動したこと、あと C、感じたことっていうですね、うん、この A、考えたことっていうのはこう、頭を動かしたということで、うん、B の行動したことは体を動かしたってこと で感じたことっていうのは心が動いたってことですけども、うん、この頭と体の心がですね、まあ、どういうふうに動いていたかっていうことですね、はい、特に考えたってことで一応これ見ると、うん、そこでレポートを早めに毎日少しずつ書いてためないようにして教科書資料を毎日繰り返してテスト前に一気に覚える量を減らす工夫とかね、まあ、そういう、はい、その要は苦しいことがあったんだけどそれに対して、どのような姿勢というか、うん、どういう考え方で臨んだかっていうですね、うん、ここも一つの事実確認で、あ、じゃあちょっと苦しいことあっても、うちの会社でそういう姿勢で、そういう考え方で仕事に対面してくれますねっていう、割とこう、評価出やすいので、はい、まあ、ここら辺も自己分析しておくといいかなっていう、うん、そんなふうに思いました。はい、ですね、はい、すみません。いや、素晴らしい。まあ、だから思考とか価値観とか行動の特性みたいなところっていうのは、ああいう話ができるようになってくるとちゃんと面接官に伝わりますよと、はい、いうことですね。そうでございます、はい、いや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 、いや素晴らしいですね。いえ、とんでもございません、恐縮です。これ内容、これあの本当 YouTube にアップするために今日撮ってるんですけれど、うん、はい、もうあのあれですよね、販売したいぐらいですよね。いえいえ、とんでもございませんね、うん、ですよね。天神さんのところだけカットして販売できないかなと思います。それは確かにクオリティ下げてしまうんで。そうですね、まあまあ、もしくはモザイクかけとくっていう感じでもできるんですね。うん、ね、いやいや、ほんと、ありがとうございます。松本さん、あの、これで今日、もう大丈夫ですか？お腹いっぱいですか？お腹いっぱいです。松本さん、電波がすごいわ。電波がすごいね。もう、の、お腹いっぱいだなぁ、思ってたなってるから。本当ですか？そうだね。あの、じゃあこの最後はやっぱりこう、松本さんがもう電波が悪いので、もう今松本さんの後輩としてですね、天神さんが日本キャリアセンターもう本当に中核を担ってくださってるんですよ。なんで、天神さん最後これ締めていただきますか。アップにしとこうか。福島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に貴重なお話を。いえ、もちろんこそ、ありがとうございます。はい、こちらシリーズ化してますので、YouTube チャンネルぜひ登録してもらってですね、みんな見てもらえたらと思います。そんなもんでいい、こんなもんでいいですか。こんなもんでいいですか。じゃあ福島さん、ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。またまた、頑張りたい。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。いやいや、いいのが撮れましたね、これ。